あの意外にね、思ったんですけど、エッジケースで斎藤大悟、はい、今チャンピオンですよね。そうです。でもそこにさらっと何気なく入れる空気が。持ってきた斎藤大吾にじゃあ何とかしてやろうっていうよりもひるんでやらないっていう人が多いんですけども全然関係ないというところ、まずこのグリーンのヘッドライト、斎藤大吾ステロイドの勢い、中村直樹さあ入っていけるのか、逃げる斎藤大吾、駆け抜けていきます。お、斎藤大吾、今ちょっとエンジンが一旦切れたという感じがありましたけれども、大丈夫です、大丈夫です。なんとかいけますか、なんとかいけますか。まさかそのまま帰る状態で戻ってってしまいます。ここはもうちょっと見てみたかった。中村直樹、コテンパンにやっつけられるところが見てみたかったんですけれども、まだこの勝負は勝手にお預けだと直樹が言ってます。しょうがないですね。